今回は高速バスのバス停、東名岡崎への行き方をご紹介します。岡崎市の皆さんはどこかに遠出する際何で行きますか？自家用車や電車、新幹線などいろいろな選択肢があるかと思いますが、高速バスというのも選択の一つですよね。高速バスのメリットとしては、とにかく運賃が安い。例えば岡崎から東京駅まで4840円と新幹線の半額以下で行けてしまうんです。ただ一体どこから乗るのかというと、東岡崎駅ロータリー発のバスなどもありますが、意外と東名岡崎発のバスが多いんです。では東名岡崎はどこにあるのかというと、 Google マップで確認してみると岡崎市洞町にあるのですが、ん？ここの行き方どうなってる？ということで、実際にバス停までどう行けばいいのか確認しようということで動画を撮ってきましたので、ご覧ください。岡崎チューブ。ただいま洞町の交差点に来ています。ステーキの浅熊やビレッジヴァンガードのある交差点ですね。こちらをサンドラック方面に歩いていきます。すると春菜春魚炭焼きゆるりさんという居酒屋が見えてきますので、その角を左に曲がります。そのまま歩いていきますと、ネッツトヨタさんの裏側に出まして、ここから東名岡崎の高速バス乗り場に入れました。車も乗り入れ可能なので、誰かに送ってきてもらうこともできますね。バス停にはベンチが2脚あり、時刻表が立っていました。行き方は思ったよりも簡単でしたので、気軽に利用できそうですね。高速バスで東京へは約5時間で着くようなので、できるだけ交通費を抑えて旅行がしたいという人にはおすすめです。はい、ではこの動画が参考になったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。岡崎チューブは岡崎求人.comの提供でお送りしました。